ソフトクリームちゃんだよ。今回は天皇賞の展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着から3着馬のデータです。ピンとこられた方も多いかもしれませんが、父ステイゴールド、ハーツクライ、ブラックタイド、ディープインパクトとサンデーサイレンスの血が入った馬ばかりが上位を独占しています。中でも最近5年では1着から3着まで全てサンデー系の血統でした。今年の出走馬もそのほとんどがサンデーサイレンスの血統ですので、ちっとも参考にできないかなと思っていましたが、ちょっと気になるのはこちらのデータです。おなじみステイゴールド3区が昨年のレインボーラインをはじめゴールドシップやフェノーメノなどで4勝を挙げています。一方で京都の重賞では幾度となく登場してきますハーツクライ3区ですとかディープインパクト3区が10年間勝っていません。ハーツクライ3区はステイゴールド3区を超える高い連帯率を誇るのですが、次世代のがディープインパクト3区、絆やラストインパクトなど G1 級の馬が多数参戦してはいるのですが、馬券に絡んだのは当選ラーと里のダイヤモンドだけ。やはり距離の面で少し守備範囲を超えているのかなという感じがします。今年の出走馬からはディープインパクト3区としてグローリーベイズとフィエールマンとかなり注目度の高い馬たちが出走してきますので、もしかするとどちらかが煮え湯を飲まされる結果もあるかもわかりません。また前走の着順についてですが、昨年は大阪杯13着のシュバルグルガンが2着に入ってきましたけれども、基本的に前走で大きな着順を取るようでしたらあまり推奨はできないようです。昔はビートブラックですとか名将ドンタクなど前走2桁着順の馬もいるにはいるんですが、超のつくほどの大穴クラス、さすがに毎年のようにはやってきてくれはしません。ボージュ、クリンチャー、ケントウ、チェスナットコートと前走大きな着順でここに来る馬は積極的には買いたくないところです。取り扱いに悩むのはリッチマンですが、もうちょっとだけ考えたいと思います。次に日曜日のフローラステークスでも思い知らされましたが、長丁場ですけれどもこのレースは枠順にも大きなファクターが潜んでいます。こちらが過去10年の枠順別の成績ですが、1枠から4枠で9勝、2着は6回、かなりインコースが有利な状況となっています。7枠と8枠は2着がやっとという状況で、比較的人気を背負っていた里のダイヤモンドですとか絆、サンズ・オブ・アースやアドマイア・デウスなどは外外を回されて消耗したりですとかかかってしまって成績を落としてしまうことが多いようです。そして特徴的なのはご覧の通り、人気薄で負けに絡んだ馬で共通しているのはかなり内側の枠の馬が多いということ。このデータは過去10年で6番人気以降で馬券に絡んだ馬の枠順を示しているのですが、7枠のフェイムゲームとレッドカドを除くとほとんどが1枠から3枠の内枠の馬がずらり。穴馬を狙うのなら内側から見ていくのもいいかもしれませんね。これに関しては何度も口酸っぱく言ってるんですけれども、枠番発表の前に予想する人は本当に当てになりません。よく視聴回数を取りたい配信者がそういうことをするのですが、このチャンネルをご覧になられている良い子の競馬ファンの皆様はご注意いただきたいと思います。そして長距離となってくるとジョッキーの腕前も一つの大きなファクターとなっています。こちらが過去10年における騎手の成績ですが、乗り代わりなしの方が乗り代わりありよりも倍の勝率、副勝率、連帯率と全ての面でリードをしています。一方の乗り代わりで結果を出したのはウィリアムズ騎手やボーマン騎手などの外国人ジョッキーなどはよくわかりますけれども、意外と関東の騎手が頑張っています。特大万馬券を演出したビートブラックの石橋周騎手、ゴールドシップのパートナーを長く務めた横山紀弘騎手、カレンミロティックで穴馬券に貢献した海老名騎手など、関東の騎手の方が乗り代わりの相性が良さそうです。今年の乗り代わりはメーションテッコンの福永騎手とグローリーベイズの戸崎騎手ということで、できれば関東の有力騎手ですとまた一つ悩ましい要素が増えそうな気がします。
また芝の 3000m 以上の平地競争ですと、阪神大賞典、万葉ステークス、ダイヤモンドステークス、ステイヤーズステークスや菊花賞と開催がある競馬が限られているのですが、ここでも顕著に差が現れています。こちらが過去5年間における芝 3000m 以上の騎手別の成績ですが、アルバートで4戦4勝のムーア騎手という別格の存在もいますが、岩田騎手、ルメール騎手はかなり高い副賞率です。それに続くのが横山騎手や海老名騎手、福永騎手などのベテラン勢、デムーロ騎手や和田騎手、三浦騎手はまずまずといったところで、一番取り上げたかった川田騎手ですとか田辺騎手がここで騎乗しませんので、データ的にはかなり薄っぺらくなってしまいましたけれども、何が言いたいかというと、長距離におけるベテラン勢の味のある騎乗には気をつけておきたいところです。続いては気になる馬をピックアップ。まずは AGCC2 着からここに進めてきたフィエールマンについてです。この馬はアーモンドアイに性格的に似ている部分があって、自分の体力以上に一生懸命走る馬です。ですのでなかなかレース感覚を詰めて使うことができません。その分じっくりと調整をしてレースに向けて馬体を作っていくのですが、前走は中間の熱発の影響もあってか、ルメール騎手は休み明けの影響も感じましたと敗因をはっきりと分析しました。今回は一度叩いたことで明らかに馬体が変わってきています。手塚調教師もいい動きでしたね。菊花賞の出来くらいにあると思います。体はすでに仕上がっていますので、最終追い切りは強くする必要はなさそうですと、早くももうすでに臨戦態勢を決めています。初めての距離、初めての金量、ディープサンクは勝ち星なしと、イチャモンをつけようと思えばいくらでもつけられますけれども、有力候補の一頭にどっかりつくことには間違いなさそうです。続いては日経新春杯を制してここにやってくるグローリーベイズについてです。前走は中間の調教でもたもたしていて、本当にこれ大丈夫なのかなと思いましたが、立ち遅れながらも経済コースを通って素晴らしい末脚を直線で発揮しました。関東馬ながらもこの馬は京都での出走が最も経験豊富で、 G1 をはじめ全て京都では掲示板圏内です。こちらも間隔を空けながらも安定感を保っています。ですけれども、この馬に最も相性がいいのはデムーロ騎手。これは尾関調教師も認めるところで、騎乗時には全て連帯しているように、成績にもデムーロ騎手との相性が現れています。今回は川田騎手が騎乗停止となり、鞍上は戸崎騎手。戸崎騎手ファンの方には非常に申し訳ないのですが、よくよく成績を見返してみると、戸崎騎手が京都の G1 で馬券に絡んだのはなんとありません。人気のビッシュですとかルージュバックなど、とにかく致命的に相性が悪いんですけれども、なんとかここで19度目の正直となるか気にはしたい一頭です。最後に長距離で2つの重賞制覇の経験があるパフォーマープロミスについてです。京都記念からは感覚を取って、馬も7歳ながらもかなり元気な様子です。調教タイム自体も昨年のアルゼンチン共和国杯を制した時とほとんど遜色なく好調そのものです。しかしながらこの馬には非常に気をつけなくてはいけない点がありまして、斤量57キロを超えた途端に走らなくなってしまいます。有馬記念は仕方ないとしても、57キロ以上で好走できたのは条件戦だけ。56キロ以下なら重賞も勝てるほどなんですが、58キロの今回は宝塚記念同様、当チャンネルとしては厳しいのではないかなと思っています。克服できるほどのトレーニング量は積んでいますが、果たしてそれが実を結ぶのか様子を見てみたいところです。以上、気になる馬のコーナーでした。今週は青馬賞と天皇賞、そして新潟大賞典の予想をアップする予定です。もうあっという間のゴールデンウィークということで、引っ越し準備も佳境を迎えていますが、どうにか間に合わせて無事に天皇賞へと向かいたいと思います。それでは週末の予想動画にてまたお会いしましょう。